日本にやってきた年というのは昭和26年、はい、1951年ですよね,そ,すねその頃というのはまだあの講和条約が締結されていない時に日本に来たんでしょう,う、ね、とプロ野球選手として来た時ってどうだったんですか、まあ、ああ初めだいたい5月だったのね来た時あ<ー>その時に まあ、求人求人も、あのう、公シ員者も。ええと、その頃ね、あのアメリカの軍が、お笑い関係あったからね。ええ、あのやっぱり、その時、あのアメリカの大代理の選手を入れるか。うん、ああ、世波の入れるかね、迷っとったらしい、ええ、その、昭和二十六年いたら、もう、大体。戦争終わって、大体六年後からね。ええ、だから、やっぱり、あの あの巨人でも、コンビネーショーやっぱりよく考えてアメリカの大リーグの選手入れると、うん、もし何かトラブルがあったらいかんと思ってね、うんうん、それで最後になって、やっぱり四の峰で行こうって、ね、<ー>それであの6月かな、僕デビューしたのね。あ 最初からあのデビューというわけではなくて、ちょっと待たされたりしたんですよ。一月待ったの？一ヶ月。一ヶ月待ってね、だからその五月聞いた時そうちょうどあの頃ね、ええ、あの吉吉岡白井さんね、剣闘のはい、はい、あれとダイドマリーノがね、はいええ、あの剣闘コラクエンで試合があって、その時あの僕を ダドマリーノをよくし、しとったからね、ハワイで。そうですか。だから毎朝五時ね、ええ、ダドマリーノとね、神宮行って。毎朝五時、走っとったわけよ。ほー<う>やっぱり、まあ、僕は、いつ巨人が僕を呼ぶかわからなかったから。用意してないといかんでね。だから、毎朝マリーノと一緒にね、ランニングしてますよね。<ー>それで、ストスキがいたって、それで。その巨人から、そのオーケーもらって。うん それであの最初は距離が入ったのね。ということは日本に来てもこうバッティングの練習するとか全然、うん、できなかったのでだから、ええ、あの最初デビューした時後、まあ、楽園でバントをやった時ね、うんまあ、最初の試合も僕ストッツキ以外も球は全然見てないわけよ。<ー> だからもうデビューした時ベンチを座ったんがあの頃水原さんがサードコースだったからね、ええ、あのそのときはランナー一塁2塁、う、で、んまあ、水原さんはやっぱバントをしないといかんと思ってね、うん、8回かだったから水原さんがベンチを来て、うん、あの選手にね誰かあのバントできる人おるか例えば千葉さんが世の峰にやらさせたらどうか言ってね <laughs> だから水沢さん「お前できるか」言ってね<笑><笑>僕はもう日本語しゃべれなかったから「あいとらいあいとらい言てねそれで「あのお前行け」言ってね<笑>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 それであの行ってバトツインをして、うん、それで最初は何とも思わなかったわけよ。うん、とやっぱりバットボックス入ったらねもう足が触れてね ね、ハワイだったらね、大体四年、あの四千五千のお客さんで。の前で僕役やってたけど。うんうん、あの。だからもう。最初バンとした時ファーストのバンとして。一球目。あれ杉下さんですよね。うん、そうですいいそれファーストのバンとして、走った時ね。うん、足が震えたから、走ったらもう転んだの僕ね。あ、そう、まあ。転んだの。ええ。だ、まあとは水原さんがすぐ。 あの聞いて、うん、通訳のんも聞いて、うん、僕はねやっぱりサードの方やったらいいから見てね佐渡<う>を次佐渡のバントして、うん、それで丸になったわけよつまり普通のバントじゃないんですよねそうそう自分も生きる、まあ、セーフティーバントになったわけですねドラッグバンドみたいねそれで、うん、あの丸になったわけよ、うん、それがやっぱり 僕のデビューだったんだけど、でも最初ファールだって良かったのね。僕転んだからね。それから一番夜なみね、二番千葉、三番青おた、四番川上ですね。五番が南村さんですね。六番がやっぱりあのうのさんね。う野さんサードのね。それであとは。 平井さんんだったそれでそのあさは楠木さんから廣田ねだったんでああなるほど今こうして聞いても私はまだそのはあはこういう仕事はしていませんで中学生高校生ぐらいだったんですがやっぱりそのオーダーは本当にいいオーダーだったんだなと思ってあの頃やっぱり急に落ちましたからねええ チームの大表というかね大体2割8分5人ぐらいだったからねあの頃あのピッチャーでも大体20勝ピッチャーいたら3人ぐらいいましたからねあ,<ー>あの頃はでもウォーリーさんは日本に来,る来てからもあまりその練習する機会が最初なかったわけでしょう,ん、そうです自分では,こうではレギュラーになってね<ん>こう練習っていうのはどういうふうにしてたんですかそそれれからそれもねあの、まあ 休みあったら、まあ、昔はね、うん、あの水原さんがね、チームが練習するのあまりなかったわけよ、うん、だから僕はもう、あの日本でやっぱり成功するために、あの絶対、まあ、練習しないとい,けないかんと思って、うんうん、それで僕はもう、あのそういうのは、休みのとき、必ず球が開いて。ええ あの、二号とい練習しましたがね。と、その時、あの、内藤さんね。内藤さん。内藤さんが、やっぱり、あの。僕を可愛がってくれて。内藤さんがよう家、来て、もう、お買いに来て、二人で。玉がいて、練習して、よやりました。内藤さんは、レギュラーではなかったけれども。そうです。でも、ダイソーに出たり、守りの要員になったり。そうです。そういう方だったですよね。そうです。だから、僕はね、やっぱり。 巨人、やっぱり10年選手でね、うん、あんまり休みいうたらせなかったのね、遠征から帰ってもね、うん、必ず広島から野球で帰るでしょ、東京、うん、駅、まあ、2時、3時ごろ着くでしょ、僕はもう、長が降りるわけよ、長が、ええ、降りてあの、飛行機乗って、ええ、今でも動いてるわけよ、それで6000円ぐらい自分のお金払って、うん あの羽田だついてそれでバースであの玉川行って2時間ぐらい練習してそ,<う>それでうちよ帰りましたよね。うん、それがでもプロのあり方なんですね。まあまあ僕はねやっぱり、ええ、あのまあアメリカンフットボールが一番好きだったからねこの頃。ええ、だから巨人入った時。 野球というものは僕は、基本はあまり知らなかったの、んその頃ね。だからアメリカの代リーグの選手が日本に来て、うん、僕、いろいろもういつも聞きますよ、うん、カーブの位置かとか、うん、シュートの位置かとか、進化の位置かとかね、向こうの選手が教えて、それで僕、球が浮いて、もう練習、練習、練習、やりましたね。 それとあのスライディングですね今でこそああいうスライディングはあの日本ではもうよく見かけるようになりました、はい、当時、はい、日本の野球にはああいうスライディングはなかったんですねだからあのその頃はやっぱり相手をね月、ええ、2>, 2の場合でも、はい、相手をいってもうぶつかってね、ええ、セカンドショートをぶつかって、ええ、ファンがやっぱり怒って「お前ハワイ帰れ!」ってねは<ー>それででもやっぱり。 水原さんが僕に「終わうま前アメリカの習ったことをどんどんやりなさい」ってね、うん、それで僕はどんどんやってだから外野行ってもね、うん、ファンが石掘るわけよ送ってねそ,うですかそんなことやありましたよこれあのスライディングをしていく時にですねこれあの相手の野手のこうグラブをめがけていく時とそれからあの足の方をめがけていく時と。 あありますありまますす、うん、だからやっぱりその,その選手ショートセーンの場合はやっぱりその場合だったら大体あの足の方いくか体の方ぶつかるかね、うん、そのプレーに対してやっぱりやれましたけど、うん、やっぱりあのグラブを蹴る場合だったらあのここでアウトセーフの場合だったらもうちょっとすぐ。 近く行くともう僕すぐグラブを狙うわけよ。やっぱりもう大体もうほとんどもうアウトと思ったらもうグラブを狙ってるわけよ。うん、だからあのそのグラブをちゃんと蹴ると球がポッと出るからね。うん、だからそれあの、グラブを蹴る時 この足のここでぶつかったらいかんわけよ、僕はこぶつかるでしょ、このシャプさがないのね、足グラブぶつかるとここでぶつからんといかんの、この辺でぶつからんとシャプさがないのね、この辺でぶつかるとやっぱり全然シャプさがないからそれ、やっぱり僕は練習、練習、練習して分かってきたわけよ。球がねだから僕は でスライディングの練習でも僕は大体1時間ぐらい水しわをかけてストレーで滑って滑って滑ってねやれましたけどねうんだからそういうようなことはやっぱり日本来てあてよう練習してねやれましたのでねだから僕は <laughs> 初めて日本来た時やっぱり自分がストレーで分かったことがね、うん 自分で自分ができないことをやっぱり球が行って練習しないといかんと思ったわけよ。うんうん、今の選手を見ると僕はコーチをやった時でも、うん、選手はね自分ができることだけやりたいわけよ。ははでもマスコミが、ね、聞いてるし、えー、まあコーチのいいところ見せないといかんから、うん、自分でできることだけようやるわけバッティングでもね。うん、まあ僕はやっぱり反対で僕 大体80パーセントをできないことをよ様やったわけよ。やっぱり試合になるとピッチャーが掘ってもやっぱりいい球はあまり来ないわけよね。はい、だからそういうなできないことをよ様やりました。スライディングにしてもうあ,あの守備にしてもね、うそういうのがあのできないもう嫌やい,やいやなことけどでも自分が一人前の選手になるためにそういうのことをせないと。 やっぱりいい選手になれんと思うの、ねうんだね首位打者を3回獲得するなど巨人の黄金期を支えた米峰さん千葉さんとの1・2番は最強と歌われ相手チームに嫌がられるほどでした8打席たった一つのバントが米峰さんを巨人のスターに導くきっかけとなりました まあお話を伺うとやっぱりウォーリーさんのその工夫が一つと、はい、それからまあある種のその成功するというまあハングリーって言うんでしょうか、はい、ここのところなんですねやっぱりねやっぱりねこれはねすごいあのハングリー精神がないといかんと思うんだね僕は、うんうん、どうどうして僕こういうのハングリー精神が あ僕は分かってきて言うと、うん、僕は子供もの頃12歳13歳14歳の時僕はあのハワイでサトキビの畑働いたわけよ、はいうん、夏の場合2か月半ぐらいサトキビの畑働いて草を切ってね、うん、そうやってもう僕はあの仕事を大嫌いだったの、うん、ねは 日本に来て巨人入って3割打っても,、うん、もう必ず10年間、巨人選手ごろ必ず僕、日本からハワイに着くでしょ、うん、ホノルルに着く。ええ、それで次の飛行機でマウイ島僕、マウイ島生まれたから、はい、マウイ島行ってその僕の古いうち見に行って、うん、あれか。 サトキビ働いたところを見に行って、うんうん、それで僕自分で「はあやっぱり野球の選手になったらよかったな」うん、それでまた日本来て一生懸命やってま<ー>た3割打つと、うん、これ10年間やったの、うん、もうそ,のそういったことを忘れたら絶対いかんと思って、うんうん、僕はもう10年間ずっとやりましたのねなるほど、はい、よくその初心忘れるなって言いますけど でも、それをずっとね、なかなか実行できないんですよね。はい、で,でも、やっぱり、僕らでも、今でも、やっぱりね、この。うん、もう八十歳けどね、うん、今。でも、その、昔のこと、まあ。その、ハングリー精神、今でも、あの、忘れてない。で、その、バッティングの中では。 ずっとあの川上さんとも交互のように、はい、首位出し争いをしてましたよねはい、はい、その頃のことってどうだったんですかその辺は、はいまあ、あの頃ねやっぱりマスコミは何かかけたいから、ええ、だからまあ四波には川上嫌いか川上さんは並み嫌いかその話を聞きましたよね<ー>昔で僕としてやっぱり日本,日本ハワイから日本に来てなぜ日本に というとやっぱり野球が好きで、まあ、仕事で、ね、ちゃんと僕、子供三3人をあの家庭を守らないといかんからやっぱり、ね、ワイフと子供を守るために自分がもういい成績残さなかったら困るからね、うん、だから僕はもう野球一本で考えてやった。んだから 僕は川上さん嫌いか、ね、だだないかなのそれはね、うんうん、やっぱりどのだから永島さん王さんでも同じ、うん、やっぱりあの二人はもうすぐねスーパースターで毎年誰が勝つかね,ね負けるか、えーえー、だからああいうのは人はねやっぱり嫌いがないのやっぱり自分は負けたくないわけよ、うん、プライドがあるからそうか、ん、ら負けたくないからだからそれをあなんとかですやっぱり頑張ってね、うん、やらないといけない。 まあ私もやっぱりね高校からすぐまあプロ入ったからねアメリカの大リーグのね、うん、あのフットボール入ったからそれでまあ僕は大学行かなかったから、まあ、僕はなんとかして自分の子供三3人を大学行かさんといかんと思って、うん、でも野球以外ないわけよねもうだから僕は野球であの活躍しないともう困るからだからまあ僕はもう、うん 日本に来てまあですからその例えばマスコミがライバルとしてこう仕立て上げていくけれども、うん、でも米峰さんと川上さんの中にお互いにこう自分の仕事を全うするという,こう徹していくというそれは何か共通点ががあるような感じがします、ね、だから川上さんでも一回初めて日本に来た時あのカオさんがねやっぱり。 あの、巨人で一番いいバッターだったからねだから一回だけ川口さんが僕にね低めのスイングたくさんやれ言うのね、うん、だからその意味に僕は全然知らなかったわけよ、うんうん、だから川栗さんが僕に低めの球あの低めのスイングたくさんやれ言うからやっぱりもう毎日がもう低めのスイングをやったの。うんうん もう百二百三百ぐらい降ったわけよ。と、うん、その時。その意味知らんかったわけよ。うん、でも、やっぱり後方立つと、やっぱり、その、低めの水にすると、そのためがある。うん、ね、その、手と体が一緒になる、うん、ね、うん、それで。だん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 、じゃ、その、ふっとなるのは分かっている。だから。今のイチロ路見てくるから、僕イチロ、一路、うん、アメリカの大リーグ。 バットボクシャイルも一いつも低めのスインばっかりしてるよそうでイチローもねだからその後からやっぱり川上さんがその低めのスインたくさんやれいうことはいいことだと思ったのね、うん、僕はだから今でもたまにあの,あの野球を知る時でもね、うん、ハワイで教える時、えー その若い選手をいつも言うの、低めのスイたくさんやれっねん、ウォーリーさんはあの左ピッチャー、そんなに苦にしなかったんですよ、ねはい、でもね、一人ね、カナ、ええ、田さんはね、あの笑いを打ったの、僕も。お<ー>なぜ言うと、一回ね、あの<ー>要骨折フ座るルで,でしょ、巨人、はい、でやると、あの僕、一回ね、ベンチに座ってね。うん 金田さんがブルペンでウォームアップしたわけよ、はいね、掘ったわけよ、はい、僕はあのブルペン見ると、何かピンときたわけよ、うん、とどういうことを言うと、うんうん、やっぱり金田さんはね、自分、ええ、が元気あるとき、早い球で勝負を組む、初めから、早い球、やっぱり自分がちょっと元気ないとき、ええ、カーブでごまかしてくるわけよ。 カーブ、カーブ、トっつらくなって速いたをボンと切ったわけよ、うんうん、それ、僕、分かったわけよ、だから、試合になってね、だから僕か、いつも金ラさんがブルペンで掘る時、要はベンチで僕、見てましたよ、あ,<ー>あ今日ょう金田さん、あまり元気ないと思った、初めからカーブ待っとったわけよ、スっつらいまで、カーブ、必ず来るよ、だから僕、カーさんのホームランいつぐらい打ったんかね。う でもそういう,ようなこともあったのね金沢さんもねん。杉下さんはどうでした？杉下さんはもうあの人はもういろいろと回ったからね。ええ、ちょっとね、もうそういうのはウォーリクスでなかったのね。もう、はあ、フォークボールでも上からほるこっちからふんしたね。うん、横からのフォークボールありました。すごかったのあのそうね。はあ、だから、ええ、杉下さんはあのもう早い球を我々早かったしね。 だからまあいいピッチャーだったねそんなにじゃあ苦手ではなかったですかまあでもやっぱり次瀬さんのカブあのフォーブはあまり打てなかったねやっぱりまあやっぱりいいフォークを掘ったからね入る球はもういくらでももう打ちましたけどね与那峰さんの代名詞スライディングアウトになると思ったタイミングでもそのテクニックでセーフにしてしまうほどでした相手を恐れない走塁は 味方のファンからは賛美され、敵のファンからはヤジを送られるそれはまさに巨人の顔となった証でしたしかし巨人での野球人生が終わりを迎えます夜なみさんのユニフォーム姿というのはやっぱり一に巨人ですけれどもその次にやっぱり中日のユニフォーム姿というのは非常に強烈な印象を残してますはい。 戦手時代の最後の方は巨人から中日に移籍をしますね、はいまあ、移籍というよりもあそこは巨人をこれはレイオフの形になったんでしょうか自由契約の形になったんですかね。あのー、巨人が僕を辞めさせたわけ。<laughs> あこれは実際には米宮さんの力はそろそろ衰えていたのはそ,そ,それはご自分でも感じてらっしゃった、まあ 35、6歳だったのね、だからその時やっぱり加賀さんが監督で、まあその時僕はもうすごくあのみしかったの、まあ僕、巨人以外なかったからね、その時だからもう,もう1年、巨人のユニフォームを着いて、う,うまくいかなかったら、もうやめてハワイ帰ってもいいと思ったわけよね。 会社行って代表と話したら、うん、まあ、やっぱりもう僕は、あの。使えないってね。うん、だから、もう。それで、あの。うち帰って、まあ、その時、マスコミが。それを、うち聞いてね、うん、いろいろ。うん、まあ、僕は。後から、どうするか、いろいろ、あの、電話でも、よ、聞きましたのね。だから、うるさいからね、ただ。僕とあの、ワイフとね。 描うちもうすごいうるさいからね、うん、マスクミからね、うんうん、描いたら描いたらね僕の名古屋の友達がおったわけよ二味三味人がね、ええ、とあそこを置いて二味三味人が「世の中にお前何か元気ないな」と今日、うん、巨人からクビになった手で。うん、だからお中日入,たか入りたいか聞いてね「お今仕事ないから」 もし入れるだったら入ってもいいってね。それであのあそうよ。映画館であの友達があってね。だから偶然にねそのことがあって。それでにみさんが名古屋帰って。うん、名古屋のドラムスの声役と友達だったから。うん、それであの二日経ってあのにみさんから電話来てね。 中日は話したいからいてそれで名古屋行ってもう5日考えで中日と契約してましたのね。はあ。はい、ってことは映画に見に行かなかったらうう記者団が追っかけてこなかったらないう違う人生になってますねそうそうそうだからその時巨人が僕を辞めさせた時もう本当ねもうがっかりしたんだねのね僕う。 巨人も都もう巨人がもうその時もう10年間も3割1分6年打ったからね成績残してね、はいはい、だからやっぱりもう1年やっぱりチャンスくれるはずだよねやっぱり3割 1>, 1, 1分6年打ったからでもやっぱりあのやめさせてやっぱり中日からその話があってやっぱり。 あのそうなったけどね。ということは中日のプレーヤーになったその年ってのはやっぱりよし巨人にはだから開幕、ええ、開幕後、孤楽ンでね、ええ、あの巨人と試合あったわけよ僕はその試合僕ホームラン打ったのうん、うん、中村がピッチャーでねホームラン打ちまして<ー>でもその年やっぱり開幕だけホームラン打ったけど、まあ後からやっぱりあの、うん、二味さんが監督で。うん あまりチャンスがなかったけども、ね、その後。あの、みみさんが、あの。あの、監督側では僕に。あの、バッティングコーチになってくれて。うんそ,ね、それで、バッティングコーチになりましたよね、はいはい。バッティングコーチをなさった後に、監督に就任されました。ね、監督にどうかと言われた時は。それはどんな気持ちだったんですか。 まあ、やっぱり、あの、あの時ね、ええ、水原さんがやっぱり監督で、うん、水原さんがもう引退するって、ね。ええ、だ、なんか水原さんがあの、あの小山社長に、夜なめ使ったら、どっか行ってね。はい、それで、やっぱり、その話があって。それ、あの、夜中はも、多分12時、1時頃よ、うんあの。小山さんから電話を聞いて、僕、将来名古屋をおったわけよ。うん、と、その話があってね、やっぱり、小山さん。 あのってね夜中あってやっぱりその頃やっぱり内緒でやりたいからね、うん、だから夜中あの加山社長会って巨人中日の監督になったらどうか言ってねその頃というのは巨人の5連覇がずっと続いている時代。はいはい ですよ、ね、そうですだからその時あのあの小山社長はもは僕ね何あの契約を2年か3年だけ「無限」言う僕最初はいう「無限」言う字僕知らなかったとデー、うん、の意味が、えー、だから後からあの人と あの話するとやっぱり2年か3年ちゃんと、うん、もう中日よとかはすぐクビになる球団からで <laughs> だからやっぱりもうそのギャランティーの契約せねていかんいて、えー、と僕は監督になったらやっぱり3年欲しかったわけ、はい、なぜいうとやっぱりあの頃やっぱり中島さん王さんがやっぱり一番いい時から。えー 絶対優勝もう無理と思ったわけよ、うん、僕が監督になっても。うん、と、巨人をやると、やっぱりあのと中日でもあの試合あの開幕前、要はあの激励会みたいにあるわけよね。はい、といつも通訳の人がもう今年こそ優勝、うん、今年こそ優勝。 無理と思ったのね、優勝は。中島さん、王さんがおる、絶対優勝取れんと思ったの。でも三年経ったらね。もう中島さん、王さんらがちょっと。一年二年年なるから。だから、僕はその間。トレードやるか、あれか、ドラフで取るか。基本を教えて。それで三年目を僕は狙った。わけなるほど。ね。それでちょうどあの時、中島さんがもう三十八歳になったわけよ。 だから中島さんの力もちょっと落ちたからそれで3年目をあの巨人からまあ1ゲームではなくて半ゲームぐらいで優勝を取れましたほど。ね、ということは初年度2年目いずれも3位、まあ、A クラスそうそうだったわけですよね。そうで,すでその3年目を迎えた年<う>この年はその間も僕はそのトレードかね、えーうん 控えもちゃんとあったわけよね、はいええ、それを全部考えて3年目を部分でなったわけ。ということは3年目のシーズンが始まる時というのはつまり巨人の10連覇がなるかどうかというはい、はい、王さんもその頃はこうは三冠王を取ってきた頃ですから、ねはいはい、長嶋さんは下り坂だったけれども<う>王さんはいい時期だったですよね。そこがちょうどこれ3年目に、はい ぶつかるわけその3年目のシーズンを迎える時っていうのはウォーリーさんは、うん、今年は絶対阻止できると思ったんだ、ね、絶対いけると思ったのそのチームはちゃんと良い人だからねう,う,ちうちもやっぱりいい選手ピッチャーも良かったしはい、はい、野手もいいしね控ええ、かイイも良かったからねだからいけるなと思ったけどね。 この時のペナントレースというのは確かあの6月頃だったと思うんですがあの劇的なあのホームランが出ましたね大島さんとか、うん、高木さんだったでしょうか、はい、矢沢もそうだったんですんかあそこでこうすごくこう派手な勝ち方をしていいけるかなっていうだからねもう何かあのこんうううな試合もう1点差ですぐ逆転するか。はい ね、だから僕はやっぱりそういうのは<え>あのそういうようなことが出てくるとあ、いいけけけるるるな、いけるな、そう,いう思ってくるわけよねうん、うん、この時のそのチーム作りの中で、まあ、あのウォーリーさんがその選手たちにこういうチームカラーで,でウォーリーの野球はこういう野球なんだっていうのを植え付けていったっていうのはこれはポイントはどんなところがあったんですか,それだから僕はね いうっていうのはおかしいのねおかしいよ意味は、うん、巨人は名古屋行くとねもう名古屋のもうファンからみんな静かよ <laughs>、うん、僕がこれ見るとね、えー、だから僕は3年目をもうまあ3年目ならもうあの2年目からもドラゴンズの選手にミーティングがあるていつもファイトファイトうもう巨人をぶつかんというかんも, <laughs> もうそればっかり選手に。 話したわけよもう巨人はねあんたたちだと変わらないのねうん、うん、やっぱりあのあんたたちらのほうが巨人よりあの上からいてね、うん、もうそれをもう選手の頭の中に入れるようにやったわけよ。だからもうそういう 喧嘩があっても星野さんなんかも喧嘩でも、ね、僕らもいつもついて一緒に喧嘩に行ってね、うん、バカしてで、ねうん、よあのことをやややりましたよ。ああそう今名前の出た星野紳一さんはやっぱりそのファイトってことに関しては典型的なピッチャーだったですね。そう,う,そう,うだからもうそれはもう選手にねけんあのミーティングからもういつもそういうな話。 あのやれましたよね、うん。星野さんの思い出ったらどんなことがありますか。<laughs> 星野さんはね、ええ、やっぱりあのそうやもガッツがあってね。うん、やっぱりあの一回もうマウンドいてマウンドいかな。うん、王さんがバッターで、うん、と僕マウンドいて。 まあ僕一やっぱり王さん、あのー、星野さんはうちのエースからやっぱり一、はい、れ僕聞くのね「千、うん、さんどうですか?うん」「王さん勝負!」いつももう絶対逃げないのよ <laughs> 勝負!」言ってね星野さんが勝負言ってしょうがないでもうベンチ帰って、うん、次玉ほってカーン <laughs>、うん、ホームランやられそうわけよね <laughs> だから後からねもう千さんが放ると。うん もう僕マウンド行行かかなないいのもうベンチからね歩かせ歩かせそういうやれましたよああもう必ずねあの人はあの逃げないからもう勝負勝負を言うからねもうマウンドで転げ回ってましたもんねそうやっぱりもうーでもたまにそういうの喧嘩があって僕はいつも選手にね監督が お前はいつもバックアップしとるから、うん、選手はたまにそういうの喧嘩があるともういつも一緒に喧嘩しとるわけよ、うん、もうそれもうわざとね、うん、やれましたよ、うん、もう選手がもう絶対負けないようにだからみんなやっぱりその時僕は監督やった時ね中日のドラムトの選手はみんな最後まで見たい、うん、みんな一緒だった。 そうですね、一つはね僕がいい勉強になったことは、うんうん、監督をやった時ね最初は知らなかったけど後からだんだん分かってきたことはやっぱり25名全部同じように使ったらいかんと思ったわけよ。うん、どう,いうようなことを言うと、うん、やっぱりうちはもうあの星野さんかあれか高木守さんが、うん、こういうな人はもうすごく人の前で怒ったらいかんわけよ。うん 一人一人何かあると呼、うん、んでね一、うん、対一でやるとやっぱりみんなプライド持っとるから矢沢か、ねうん、あのまたかこういう人はやっぱり特に矢沢の場合は怒る,怒るとやっぱり向かってくるわけよ。そそうですか、うん、その方がいいよ。だから日またかひまたにかこういう人はもう怒っても知らん顔してるわけよ。うんうん <laughs> ね、だからその,その中で大体56人ぐらい性格が違うわけよそうです、ね、だから僕はこういう人みんな同じように僕は使わないわけようんだから井上らきがおって、はい、あれは広島から僕呼んで、うん、井上らきはねあの人はねもうグラウンド聞いたら根本さんが昔ね、うんうん、僕広島から取って根本さんが僕に、うん、あの 井上グランド来ると,来るともう何でもいいから声出さんといかんわけんだから来たらもうたまにひどいことを言う褒めるし、うんね、怒るし、うん、もう何とかやってそれで井上弘明が喜ぶわけだからもうその森道なんだったらもうみんなの前で怒ったらもうああもうやめあなるほどだから一い回い森道でも、うん あのランナー、セカンドだって、ね、バンドのサイン出したわけよ。うん、それで自分がホ,ホームランを打って僕ら勝ったわけよ。<laughs> ね、と僕の場合はサインミスはバッキングを取ったわけよ。だから森道はあのドラゲスのキャプテンでしょ、うん、だからもう困ったわけよで、うん、サイン出してホームランを打ってるでしょ <laughs> バンドのサイン。<laughs> だから あの、うん、選手はやっぱり前試合、前、試合前、僕らミーティングがあるわけ、はい、と僕はもう選手をみんな待っておるわけよ、うん、監督が森道に対してどうするか、なるほどだからもう、森道呼んで、うん、森道に、森道、昨日お前はいいところ打って、ホームラン打ったけど、3位、うん、見逃したけど。うん どうしたらいいか僕はお前罰金取るうわないのどうしたらいいか僕返事は分かったわけよ森西が監督を罰金取ってくれてなるほどだから普通は1万円取ったったその頃ね森西がお前キャプテンからお前から2万取る言ったの2万取ってそれミーティング入ったわけよミーティング入った時みんなにね選手がみんな待ってるわけよねだから森西は昨日 いホームラン打って、え見逃したけど、うん、まあ僕、2万円、僕、罰金取る選手、みんな喜んでね、えー、わーうけど、ね、見て喜んで、あの時もし森道から罰金取らんかったら、えー、やっぱり、あのうん、みんな面白くないわけだから、ね、巨人から中日へ、球団を追われた悔しさを胸に、与那嶺さんは打倒巨人を目指します。巨人とののチーム力の差 すべてを冷静に判断し準備を整えた3年間常にファイトと言い続け選手を鼓舞してきましたそこにはハワイでプレーしてきたアメリカンフットボールの精神が流れていました楽しみなスポーツっていうのはフットボールだっ,たんですっうそうです、まあ、子供頃は,も僕は野球フットボーー、ル、バレ<ー> もう全部もうや子供もごやりましたからでもやっぱり一番好きなスポーツはやっぱりアメリカンフットボールだったのねこれ。ハイスクール時代というのはどうだったんですか、まあ、ハイスクール時代はもうハイスクールの時は僕はあのあベストレブンにいうかオールスターあの入りましたけどねだから僕は1945年の時あの頃はね 日系の巣は、日本人の巣はねアメリカンフットボールをやらなかったのねやっぱり、うん、あのそういうのはあの日本人は自分の子供が怪我したらいかんと思ってね、えーえー、だからみんな反対しましたけど、うんまあ、僕と兄貴、僕の兄貴もわ々いい選手だったのあそうわり、はい、足が速くてね、えー、やっぱり兄貴もあの要はあの隠れて。 あのフットボールをやってね、お父さんは全然知らなかったの。へ<ー>まあやっぱり自分がもう仕事いっぱいでね、うん、もうそういうのはスポーツを何でも知らなかったのね。うんだからもう僕はもう兄貴がやっぱりそういうのフットボール、野球、バスケットをや,やりましたから、だから僕もつつあの一緒にやりましたけどね。うんでも矢野さん体そんな大きくない。 フットボールの選手ってイメージはもう大体大きいですよね。はいはい、だからよを飛ばしたあの外,外人の人をね、ええ、ぶつかってもこっち側をいつも分け取ったわけよね。<ー>でもやっ,やっぱり自分があの相手をぶつかっても自分がもうだいぶ後ろを倒すけど、はい、でも自分でなんとかしてどういうふうにこういうの大きい人を。 それを自分考えてやらんといかんでねん最初ぶつかった時もだいぶ前も後ろ行ってねでもやっぱり考えてやっぱり次こういう,こ,う,いうことやったらどうかやってやっぱり最後になってちゃんと止めたんだよねあ<ー>だからあのでもだいぶやられたけどやっぱりフットボールというスポーツはもう本当好きだったんだね、うん、僕は。う でハイスクール時代にも夢中になってフットボールをやって、はいはい、でプロになりたいと思ったわけおおプロそういうのはプロを全然考えなかったのあそうですかそれはもう、うん、僕アメリカあの何何プロみたいなチームでアメリカに行ってあの大学のチームでやってそれで僕はすぐ活躍して、うん、その前あのハイスクールでようフットボールで よう活躍しましたからあのオハイオ大学、ね、ほ<う>これからあのスコールシップがあって向こうの大学を大体、ねうん、7つぐらいの大学を僕呼んでくれてね、うん、やっぱり僕はオハイオ大学を僕行くつもりだったの、うん、とそれでもう全部あの決めるようになって、うん、それでフォーティナイですが僕と連絡取ってねお<ー>あの サンフランシスコを切っててくれってね、うん、それで行ってあの条件はそこまでその頃ね悪くなかったからあのすぐテナイルスを契約したわけよね。2>, 2年ギャラリー契約しましたのに、ね。ポジションはあのハーフバックランニングバックね。だからまあその頃やっぱり外人差は割と大きいけど、うん、でもあのどういうかね 真っっぐるるとやっぱりもちろん負けるけど <laughs>、うん、横僕は横の走り方がうまかったわけよ、フットボールでね、ストッーングパッと握ってね、うんうん、そのことを僕、うまかったから助かったわけよね。うんうん、後にその与那嶺さんが野球の中で見せたあの闘志ですとか、はい、それからダッシュですとか、はい、それはやっぱりフットボールが。やっぱり 日本、やっぱり野球はもう、あ、日本もさ、夜並みでは野球はね。うん、ハワイの、だと、だから野球がないのも、フットボールの夜並みで。<laughs> ああ、なるほどね。ね、はい、で、フォーティナインナーズ入って。<laughs> で、そこからずっとやらなかったのは、これは何でですか。あの、フォーティナインナーズも一年やって。え <A> と、二年目、僕怪我したわけよ。怪我して、僕ハワイ帰って。フォーティナインナーズ、あの、ハワイの。 あのナンプロのチームを入って、ええ、それで、ね、2年ぐらいやったんかね、うん、それで僕はオドール監督を会って、ええ、あのサンフランシスコシウスのね、はい、オ,ドオドールを会ってその時一回あのハワイでかなりとねあののレストランにいてオドールさんとディマージョが直リしとって、うんうん、それでおルさんとディマージョが会ってその時おドールさんがさんが 私に、ね、あのシユーズをプレーやりたいか言ってね<ー>と僕はもうその時はあまりね仕事もあまりなかったし、うん、だからお父さんがシユーズを張りたいか言った時もう入ってもいいってねなるほどそれでそれが25年だったのねそれでシユーズを履いてそれの時シユーズ1年履いてやっぱり野球その時あまりね あの経験がなかったから、うん、お父さんは僕ソートレイクシティを1年生かしたわけよ。うん、とソートレイクシティ1年行ってその時3割3分5年打って、うん、その次の年お,お父さんは僕あのシューズを一軍の方持ってつもりだったけど、うん、でもお父さんがあの考えてやっぱり俺あの日本にいたらどっか行ってね、うん、それでその話が始まったわけよ。うん でもその日本に行くにあたってはですね、そのまあもちろんその日本人の血が流れているユナミデさんだけれどもその言葉の問題ですとか、そういうのって気になりませんでしたはい、はい。まあそれ心配あったけどね。でもやっぱり、はい、あの、うん、日本行ってプレーやると誰かがおると思ってね、まあ通訳かね。はい。だからやっぱり個人的であの三ヶ月ぐらい。うん 一人通訳がついてきましてね一緒にやったけどね。で日本語をやっぱりこう覚えていこうというそう少しずつねでもやっぱり初めて日本に来た時もう少し日本語を勉強したらよかったけど、うん、でも日本語を勉強するより野球を勉強せないと<ー> 1>, 1年でも成績悪いからすぐクビになるでしょ。その時 巨人と契約するときは2年欲だから、うん、その意味は、僕、1年成績あんまり良くなくても良かったと思うのね。でもやっぱり、一番大事なことは、日本人の、あれか、巨人の僕のチームメイトが、僕を好きだなんいといかんと思ったわけよ。うんね、それが、ねだから、僕、初めて日本に来たとき、もう、日本の選手を、 一緒にどういう,ようなことをしても一緒にやったわけよ。だから遠征行っても15時間、20時間、を3頭乗ってね、汽車乗って、スターフでも一緒にね、うん、やったことあるだから、旅館行ってもね、森、うん、人ぐらいの部屋でね、で暖房ないしね、うん、夏冷房ない、冬はもう暖房ないしね、うん、でもそれを我慢してね、食べ物も。 そののは,はあまり刺身食べられなかったのねあ<ー>だからもう本当だから僕はね朝昼晩、うん、もうどん丼熱うご頼んで生卵二つで卵飯でね、うんえー、おしんごで我慢したわけです朝昼晩ねうんそういう生活面もそうですしそれからあの、まあ、プレーの野球の中でもそうですけれども何か心を最初に通じたりですね こう手助けしてくれた選手ってのはいうのは巨人の中で、ええ、要はまあやっぱり内藤さんかね、内藤さん内藤さんとは、うん、もう一人小松原さん、小松さ外野の方ですね、いやレフトを守って、僕はスタメン出た時小松原さんのポーズを取ってたわけそうです、ね、でもあの人はすごいいい人でね、ええ、もう夜一緒に出ると、二人一緒に出てね、うん、ようやりましたよ。 小松さん、よく僕を通ってくれてねだからあの頃、若い選手とねすごと仲良かったけどね、うん、うも,うもう先輩はもうね、うん、あまり電卓風呂入っても先輩が酒入ってね <laughs> 風呂がね、うん、小さい風呂で、うん、もうあの若い選手があと入るでしょ入ったらもう世間だだけども。<laughs> ももううだから1週間ぐらい我慢してあとから僕はレギュラーからも一緒に先輩と一緒に入ってもいいと思ってね一回、一緒に入ったわけよ頭下げて入ってみんながもう分かってるので黙って入ってそれ、巨人やっぱスタープレーが多かったけどね、昔それ全部、少しずつ書いていたわけよ。なるほどだからもう 遠征行ってももう若い選手がみんなカマを持ってね、うん、ようやりましたけどね、うん。日本に来てのその日本の野球のまあレベルも含めてですね、それはどういうふうに感じたんですか。あ、それはもう何でも知らんかった。ああ<ー>。だな、でも、ね、る僕が一番助かったことは。うんうん 僕はあのちょうど戦争が終わった頃ね、はい、ハワイでその大リーグの選手はみんなハワイに集まったわけよ、うん、戦争ごろから、うん、みんなもそのいいリメージュから全部いい選手がハワイに集まったから、うん、僕らはやっぱりそ,のそういうな大リーグの選手という試合をやったわけよ、ハワイで、うんはい、それで僕らの野球のレベルが上がったわけよ、うん、それで日本に来た時やっぱり日本のティームの中、うん 入ってプレーできたわけよ今の場合は日本のレベルはだいぶ上がってくるわけよああ、ね、だから、ね、ハワイの野球とはもうだいぶこの差があるわけよだからハワイの選手はすぐ日本に来てプレーできないわけ今の場合はねで僕が一番助かったことはやっぱりあのハワイで大リーガーと一緒の試合やったから日本に来てすぐ入ったわけよね 今言われたむしろ自分もその野球をあまりやっていなかったこといろんな知識がなかったから自分で努力をしてその一からスタートしていったのが良かった、はい、ということですね。かねだからもうだから僕の野球はあの、まあ、その野球のセンスがあったと思うけどでも僕はやっぱりあの日本来てやっぱり日本の、うん 日本で野球を覚えたの、ね、ん僕はだからあのまあ投げさんでも王さんでも、うん、あのぐらいいい選手でね、うん、もう何言うかであれ生まれてそういうようなものを持っとる人ちね。ねでも、えー、ああいう人でも僕ら選手ごろ一緒にやった時投げ、うん、島さんでもやっぱりあの陰でいつも夜でも夜をバッと好てやってましたよ。あ やっぱりいくらいい選手いても、うん、もう、そういうことやらんかったら、もう絶対だめよ、与那嶺さんが日本で残した異名、それは、常に持ち続けていたハングル精神が導いてくれた異名でした、アメリカから持ち込まれたと誰もが思っていた与那嶺野球、しかし与那嶺さんは、そのすべてを日本で学び、日本の野球の中で掴み取っていったのです。 そして1994年野球伝道入りを果たします。伝道入りというね、日本の野球界にとって最高の中にまあ、認めてもらえたというね、そ,うそれやっぱりウォリさんがやってきたことを皆さんがよくねあの見ていてくれたことなんじゃないかなと。だからまあ今はやっぱり日本,日本やっぱりこうせ。 38年野球やってねやっぱり一番嬉しいのは殿堂入ることとやっぱりあの何あの手のひからね賞もらったことねやっぱりそれだけも忘れないのねなるほど首位打者も3回取られたベストナインも7回ありました MVP も取った監督としての優勝もあったそういうものすべて含めて大きな勲章が殿堂。 だったわけですね,ねうん、うん。今どうでしょうか、その日米間の野球というのはですね。はい、あのウォーリーが切り開いた道の後、どんどんアメリカから選手やってきた。うんうん、それから今は、今度は日本のトップ選手がアメリカへどんどん行く時代になりました。寂しいね。寂しいですか。<laughs> 寂しい。やっぱり、僕はね、うん、これはね、もう、もう六年、七年前かね。うんうん あの朝日新聞から外人のライターがねインタビューがあったわけよ、ええ。うん、とその時やっぱりあのちょうどのもがねノモさんが我々活躍をしとったわけよ、はい。とその時僕外人のライターにねもうやっぱりこれからもう日本の選手は向こうのチーム入ると思ったの僕ね、はい、だから僕はその時ね僕はねやっぱり自分が引退した時 日本の球団とアメリカの球団のワールドシリーズがあったらいいなと思ったるわけよね。うんはい、とそれで今の選手が、まあ、松井か一郎ロこかみんな、うん、ああのアメリカの大リーグや今入ってるいよ、ねはい、いいけど<ぇ>でもやっぱり、まあ、僕らとしてやっぱり日本のチームとアメリカのチームの日本のワールドシリーズが、はい、やっぱり僕の一つの夢だったのね。うん うん、それがもう絶対ないと思うので、ねうん、日本のいい選手はみんな僕を言っとるからね。そ,うですねそれだけ僕は寂しいねうんこのことはどうなんでしょうかアメリカ大リーグがですね今中南米も含めてですねあの日本もそうですし韓国もそうですがもういわゆるそのアメリカの野球が、まあ、ワールドシリーズという名前の通りです。ワールドになってきて。 実際にアメリカ人の野球っていうのが少しこう。まあ落ちてきたって言うんでしょうか。他からの人たちが来ないとやっていけないような。そういうアメリカ大リーグになっているんです。ある。やっぱりアメリカ、今僕らから見ると。ええ、やっぱりもう30ティンぐらいあるでしょう。うん、だから、ニュア、メリカの、まあ大リーグの。ティムはレベルはちょっと落ちそうと。落ちてる。やっぱりと思うの、僕は。うん、ね。だから、まあ、でも。 日本のベストの選手はみんな向こう行っとるからね、うん、だからなかなか、それはあれがもう試合が、うんうん、出てこないと思う、ね、もう、うん、だから前あれ去年か一昨年しか向こうのスカウトがね、ええ、もう僕、本当面白なかったことは向こうの,あのスカウトが言うのねまあ日本のチームが大リーグのファームになったいうのことを言っとるわけ、うんうん それ、僕はね、ちょっとね、面白くないのね、うん、その話聞くと、うん、やっぱり日本のチームがね、アメリカの大リーグのファームではないの、うん、ね、僕は言わして。そう